王道がこう際立ってくる時期。この油のキメの細かさとか綺麗転がしたね。うわー、なんじゃこの島味。これサワラ、サワラですね。サワラこれ酢で、酢と塩で締めて、これで3日目寝かしたやつですね。落ち着かしてから皮目だから。この時期なぜか知らないけど炙り物が多くなるんですよね。炙った方が美味しいものが増える。いや、いい香り。今日でかいですね。なんかもういつもよりでかいのよね。まあ、産地が九十九里から鹿島に変わったんですけど。あ、鹿島。鹿島の方がこう身が柔らかくて、しかも大きい。へえ。ここで入れすぎると台無しになるから気をつけないと。そうだね。こればっかりは数字では表せないんですよね。何を何ミリとか何分とか経験で覚えていくしかないんですよね。やっぱちょっと暑くないですか。暑いです。暑いです。やっぱ食欲の秋だね。よくなってきましたね。秋だね。いや本当になんかこう今日見る素材を全部通じて思うのがやっぱ秋だね。やっぱりね、うん、食欲の秋ってよく言ったもんですね。いやよく言ったもんね。それも餌とかで。カツオも今日熊上さんですか。熊上さんです。結構面白くてました今日。今日何本おろしたんですか。今日も、まあ、僕が行くまでにもうすでに10本ぐらいおろしてありました。ええ、10本おろしてあって、で、みちく一人は何本おろしたの。3本ぐらいさらにおろしてもらって、7日からやってました。13分の1、13本分の1、1作ですね。はい、相変わらず、変態だね。本当に。いや、魚屋さん、様々です、ね。すごいな。すごいでしょ、この辺の皮目の。すごいな、皮目の。これ何なの。これでもまだ油多分上がってきますから。まだちょっと新しいんで。こうやっておろして、しばらく置いておくと油がどんどんこの上に上がってくるので。すごい。全く水っぽさはないですよ。水っぽさない。そうそう。詰まってます。うん、これまだね、聞くところによるとトリ言ってるらしいですよ。戻ってきてるわけじゃなくて、まだ戻ってない。北上してるのを取りに行ってます。あ、まだなんだ。やっぱね、そういうのが沈まれないから分かんないけど、海があったかいから北限がどんどん上がってるんですよ。で、昔だったらもうとっくに冷たくなって戻ってきてるところが、うん、まだ上がれるでしょ、ここが。年々変わってきてますよね、状況が。うわー、すげーか。なんか、なんだよね。いやー、これはうまそうですね。煙をまとってるねって感じですよね。いましたね、そう、なんか。いいでしょ。いいでしょ、いいでしょ。いいよ。すごいな。今日はすごいな、量が。うわ、今でもアナゴ美味しいですよ。今食べてる、まあ、九州の対馬で、はいはい、お酢とお水でいくんですか。え、そうですね、同割りぐらいですかね。お酢と水と同割りでして、ちょっと絡めていくとこうふやけてきますから、はい、周りが白くなって、あの白くさせるのがポイントですよね。そうですね。お湯じゃなかったでしたっけ。いや、水、そのままですね。そのまま常温で。だんだん本当に白くなって、だん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 入ってきましたね。だいたい2分ぐらいですね。
瞬で取れるんですよ、これ。すごいよ、ね、ババロアみたいなやつ。ババロア本当にすごいですよ。香りが上がってきて最高ですね。こう何回も何回も取ってる。何回取っても飽きない。最高。何これ。ちょっと違くない？仕上がりが今までと。なんかそう。厚みがあるんですか。いやー、厚い。身が厚い。本当に厚いですね。いやー、対馬のアナゴだから今が旬ね。すっごいソフトだけど取り扱いはちょっと厚みがあるのに良かったですけど、いや、柔らかいっす。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 あれがね、握るとき西君が本当に柔らかいんで気をつけてくださいって言うやつ。すっげーうまそう。そう感じですよ。来ました。これなんですか。23キロクエです。23キロのクエ。すごい。うわー、すげえ。幻の魚ですからね、はい、市場でもね、あんまり回ってないし。うわー、綺麗。ちょっと待って、一言綺麗だね。すべて愛してるんですね。あのってことはもうすき引きを絶対先にしてる。気持ちいいですね。すき引きすごい好きなんですよ、見てても。やるのもやるのも好き、見るのも好き。ちょろちょろ見ない男だよ。これなんだ、俺みんなに伝えたいの。もう料理やる人にみんなに伝えたい。動物ですよ、ここまで。気持ちいい。ちくこんなさ、やる人見てたらおもろいけど、やらない人見てたら何ずっと撮ってんだよって思うじゃん。よし。なんか俺が言うのもなんだけどさ、本当に上手になったよね、本当に。ね、上手になったよね。で俺今ね、ごめん、もう昔思い出しちゃってるんだよ。すごい綺麗。すごいよね、こことか。いやー、ヒレの周りがすごいですね。そう、これ肉だよ、これ肉、肉、肉、肉。これ何、どんぐらい寝かせるって。まあ、1週間は最低寝かせる。そうだね。いやいやいや、そうだよ、これ歯が入らないですよね、うん、すんげえな、これ。いや、マジ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 。見えたよ、見えたよ、今、身が。うわー、えぐ。もう肉みたいに霜降りになってる。すごいね、これ。すっごいな。霜降りがすごい、霜降り肉。手が。手が油だらけ。肉だよ。肉です。肉です。1週間。お疲れ、1週間お休みなさいですね。暑いとこないじゃないですか。まあ、最近ちょっと厚みが増してきてます。すごいね。まず塩する。塩。これも機械島です。機械島の塩。本当だ。ほんのちょっと、ほんのちょっとが大事なんですね。これはね、なんていうか味を引き締める。この塩がポイントなんですね。これ入れると入れると焦げた味になっちゃう。
これですね。これが決め手ですよ。この砂糖の香りがいいですね。この寿司水切りの卵の味はこの砂糖。砂糖ですよ、うん。そう、なんか20万回行きましたね。ありがとうございます、皆さん。なんか本当俺らだけとうちの社員のために最初とね、うちの常連さんだけに作ったような動画がこんなたくさんの方にね喜んでいただくとは本当に感謝です。ありがとうございます。連日見えますよ。連日あれを見てきました、はい、ありがとうございます。本当にありがたいです。こんなもんですかね、この粘りと。すごい、何これ。あのちなみにこれはあの唐沢全部取ってあります。え、唐沢ってあの白いとこ。あ、周りで、はい、白いとこ唐沢って。あれはあります。びっくりするぐらい熱く入れますね。間違いないです。山芋なん関係してるの？ないの？多分一番あの左右するのは、うん、膨らみで左右するのは山と芋。山と芋芋の状態ですね。このいい卵焼きになる条件はこの時点でつるっとしてるんですよ、はい、表面が。そうだよね。あの状態の悪い水分の多いやつだと、はい、細かい泡がいっぱいプツプツプツってできるんですよ、ね。はい、もうそうなったらちょっと今度は火加減で調節してうまく焼かないと、はい、いつもと同じようになっちゃうともう本当ペッタンコだった。でもそれはあの山芋とかのコンディションによってはそうなる時もあるってことですね。なる時もある。だからあとはもう焼き具合で調整するじゃないですか。ああ、なるほど。ちょっと前回も綺麗だったけどちょっと前回よりツヤがあるんですよ。ツヤがね出てますよね。これ満杯ですけどまだ攻めるんですか。まだいけます。表面張力で盛り上がるぐらい攻めますね。育ってきてますね。すごいよこれ。盛り上がってきてる。よ。だってこれここからまだ行くわけでしょ。まだ行きますよ。まだ全然美しさもさるからこの盛り上がり。まだまだ育つ。すごいな。今日ちょっと盛り上がりすぎた。返し大丈夫これ。張り切りすぎた。重い色ですね。うわあ、すごい。焼き色は完璧です。焼き色完璧。盛り上がりも完璧。盛り上がりはあとは返し。あとは返しですね。さもう飛び出ちゃってるじゃん、玉板から。うわ香りがすげえです。香り変わりますよ。なんでこんなテンション上がってるの。エビのいい香りしますね。すっごい香り。うわ完璧、完璧じゃないですか。来ましたね。よかったです。いや完璧じゃないですか。鳥肌立ってますよ。色もすごいな。いい色ですね。香りがすごい。エビの香りめっちゃ上がってくるんだよね、この瞬間。毎回毎回思うんだけど。ああ、この吸った香りを本当に届けたい、みんなに。玉盤から完全溢れ出てるんで、押し返して 1.5 倍だからね。そうですね。うわ綺麗。完璧です。完璧。綺麗。厚みがすげえ。全然薄くなってないでしょ、この厚みは。うわー、面がで全然穴開いてないじゃないですか。開いてない。全部詰まってて、これがしっとりした食感。この厚み
噛み切ってますね、この噛み切ってますね、このさらっというところが。さすがに私も何回もこう見てるんで、もうちょっとこの、めっちゃいいっすね。